はい、今回は小川でちょっと濁ってるけどメダカを捕まえてみたいと思います。よし、水を汲んだ映るといいな、なんかすごいワクワクする。やっぱり水の生き物を取るってすごいワクワクする。あと、まあ、ザリガニがいるかどうか分かりませんが、ザリガニ釣り用のスルメまで買ってきたんで、ザリガニ釣りちょっとほったらかしにしておいて、呼びいたら釣りたいと思います。ここも100均、 NHK の教育で水の生物の貝とかメダカとかゲンゴロウ、ザリガニ、アメンボとかの貝は絶対に見逃さず見てた記憶があります。それでまたそれを再放送するからずっと見てたななんか水の中の生き物ってワクワクするよね。よし、これでやってみよう。野生の本物のメダカです。これへえ、でもちっちゃい、もうちょっと大きいの取ろう。捕まえた。おお、映ってますかね。これへえ、いるんだな。大きい大きい。あ、非常に大変なことを、危ねえ、もう一匹逃してた。へえ、これだけかな、今取ったのは。もういないな。元気だな。ザリガニがね、なかなか釣れません。結構簡単に捕まえられるようになって慣れてきた。おたまじゃくし、おたまじゃくし、おたまじゃくしも捕まえたわ。でもまだあれだな、足も手も生えてない。おたまじゃくしって手が先に生えるんだけど、足も先だって。
ました。増えた増えた。すごい。すごい。へえ、メダカっているんだ。子供の頃にここで撮った記憶はあったけど、20年以上経った今もこうやって変わらないで生き物がいるのはなんか嬉しいですね。あとはザリガニ、ザリちゃんがいない。はい、今回はメダカ釣り、ザリガニも取れたらよかったんですが、ザリガニは取れなかったのでまた次回ということで、メダカが7、8匹取れました。面白かった。またね。じゃあちゃんと元の川に返します。ありがとう。